ドジャースの大谷翔平投手、29、が27日、日本時間28日、敵地でのメッツ戦の試合前、中止が決定、に取材対応し、負傷していた左太ももについて、日に日には良くなってきている。今日は昨日よりも感じはだいぶいい、と話した。画像あり、人気モデルが絶賛。マミコ夫人のシースルー、ブラックコーデ、16日、同17日、のレッズ戦で、牽制球が左太もも裏を直撃して打撲し、25日の同戦は三塁打を放っても全力疾走しなかった。大谷は経過について、次の日から徐々に張りが出てきて、その中で走っていたので徐々に悪くなった、と説明。スイングへの影響を聞かれると、スイングはそこまでない。状態がそこまで良くない、というのはありますが、その中でも軸足の影響はそこまでない、と否定した。また、腰についても聞かれ、トレーニングもしながら良くなって履きているので、ほぼ問題なく来ています、と不安を一掃。投球練習も球数と距離を少しずつ伸ばしていく方針で、現状については、先週60フィート、約 18.29 メートル、になったぐらい。球速も80マイル、約129キロ、ぐらいまで上がってきている、と説明した。現状、患部は解放に向かっており、デイブ・ロバーツ監督もこれまでに、全く問題ない。彼は今、90% ぐらいと感じている。このまま良くなっていくことを前提に、無理せず賢くプレーできる、と強調していた。前日26日、同27日、の同戦では初回の第一打席でゴロを放った際、一塁ベースまで全力疾走を見せるなど、患部の不安を払拭していた。